い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ今回はこちらですね、大ドキュミトレカフェーズ EX02 で新たにゲットしたカードたち。まだ音声鳴らしていないから本当どんなのが来るか分かっていないんだけど、まあ後半に出てくるカードだからね、可能性としてはスペシャルとかなんか汎用音声なんじゃないかなっていう気もしてるけど、どうなんだろうね。これのパックメキ動画の方で来ていたコメントなんだけど、先に書いておきますが、ギガントライナーに関する連動がめちゃあります。ギガントライナー組み合わせいろいろあるのでぜひ試してみてくださいって来てたんだけど、こういうコメントね、すごくありがたい。詳しく語らずに教えてくれるのは、動画撮る身としてはとてもありがたいんです。さっきも言ったように、僕本当何の音が鳴るか全く知らない状態ですからね。せっかくだから自分の目と耳で確かめたいからね。いい助言をいただいたし、まあカードも言っても少なめだからね。とりあえずガチャドライバーに通してみて、汎用音声じゃないなっていう感じのやつだったら、まあ他にも色々ユニットつけたり、他のベルトとかアイテム使って連動していこうかなって感じです。それじゃあまずは劇場版に登場するホッパーヘッド101ね。パック向きの時読み方わからずに101かなって予想していたんだけど、違ったらしい。どっかに正しい読み方書いてあったのかな。ちなみにそれぞれ相性がいいのがインセクト属性とビークル属性っていう感じで、通常のホッパー1スチームライナーとはちょっと勝手が違うらしいけど、まあやってみよう。裏の絵柄に関しては合ってるからね。まずは101。入ってたんだ。ああ、すげえ、汎用じゃなかった。へえ、映画公開こんな後半なのに、ちゃんと用意されてたんだね。すげえ。ってことは？おお、ギガントライナーももちろん用意されてる。じゃあやってみよう。変身。ああ、個別に意識してちゃんと絵柄は完成するんだけど、変身音声に関しては特にガッチャンコじゃなかった時のやつ。ってことは絵柄は合ってるけど、やっぱりこの2枚での組み合わせではないのかな？組み合わせの検証はまた後でやるとして。音声としてちゃんと収録されていたんだね。そりゃみんな知ってるわけだ、101。じゃあ次はデイブレイクが使うやつ。シャイニングホッパー1とシャイニングスチームライナー。これも入ってんのかな、シャイニング。ああ、こっちはスペシャル黄色発光で。シャイニングは入っていないんだね。映画に登場するけど、これはどういうことだろう。あれかな、デイブレイク用のベルトがそのうち出てきて、そっちに対応するみたいな。じゃあ、あとケミー、特に組み合わせがないカメドーン。ああ、エクストラの方ね。じゃあ最後、ガブレアの組み合わせ。仮面ライダーガブと仮面ライダーガッチャード。まあ、こっちはガブのカードで、こっちはゴチゾウみたいな。一応それぞれ相性は合っている。まあ、ガブとはさすがに言わないだろうな。仮面ライダーか、まあ、スペシャルかな。うん、やっぱりスペシャルだね。ってことは、てってれーでした。音声は汎用だけど、ガブの顔はとりあえずできてる。今回新たにゲットしたカード一通りやってみたけど、今まで聞いたことない音声に関しては101とギガントライナーだけ。ってことで、こっからはこの2枚を軸にやっていこう。それじゃあまずは101のガッチャンコ探し。インセクト属性が相性いいってのは分かってるから、案外こうなのかな？ 101 と1の組み合わせだったりする？101からの、両方オレンジ発光でよいしょ。これだ。ホッパーホッパー、なんかめっちゃホッパー言ってたな。ちゃんと固有の音声が流れたっぽいね。あ、こうなるんだ。念のためホッパー同士クロスホッパーもやってみるか。これもなんか変化あるんじゃない？どうだ？ああ、同じホッパーでもホッパー1でないとダメなんだ。ってことはもうギガントライナーはスチームライナーと、ライナーライナー言いまくるんじゃないの？
紫発光。あれ？そういうことじゃないの？今度こそ天ライナー？違う。ってことは、ついに来たか、これ。仮面ライダーレジェンド。レジェンド長らく謎だったのが、これ。相性いいのがビークル属性って書いてあるんですよ。ガッチャンコ来たんじゃないの？どうだ？お。かー、レジェンドライナー。ついに相性いいの来たけど、なんで？連動見つけたけどなんかめっちゃあるって言われ方が気になるんだよね。ってことでビークル属性で一応物語に関わってるやつ。この辺だったら何かしらなったりしないかなみたいな。あとまあレベル10だったりブランクね。いろいろ試してみよう。うん、もう違う。マッハウィール。そういや、これマッハウィールもあの相性いいの B、あ、これあるんじゃないの？走ってる向きも対になってるし、お互いにビークルビークル。ハンターハンターみたいな言い方になったけど、これ来たか？いっけー！マッハライナー。この一枚でいろんなカードと相性ガッチャンコ。ってことでまあ今んところやってみた感じ相性がいいのはこの2枚かな。とりあえず何も情報見ずにいろいろやっていくけど、あの最後の最後念のためね、情報に漏れがあったらそれはそれで良くないから、最後にはちゃんと取りこぼしがないかを調べます。それじゃガッチャードライバーとの連動はあらかたできたと思うんで、お次はユニットを使っていこう。X ガッチャリバーに101。おお、ちゃんとホッパー101だね。個別認識はするんだけど、音声に関してはもう BGM 曲だけ。ってことはギガントライナーも？ギガントライナー。おお、まあ、ちゃんとね、個別認識は元からあったんだね。んじゃあお次は。ガッチャーイグナイターを使って、まあ、とりあえずこの2枚やってみるか。うん、なるほど、イグナイト。まあやっぱり対応はしているっぽいね。ガッチャンコじゃない汎用音声とホッパー同士でやってみよう。ガガガガッチャンコでスペシャルか。そうなるとこの辺は？仮面ライダーとは言ってくれたけど、レジェンドライダーと相性が良かった時の音声かな。じゃあマッハウィール。スペシャルね。そんじゃあ次は？バルバラドライバーにして念のためこれね、まあなんないと思うけどね。もちろんガッチャンコの音声は流れなかったんで割愛。相性いいもん同士。まあでもバルバラドライバーってのはあのレベルナンバーが同じで、なおかつビークルとオカルト属性っていう組み合わせによってカスタムが発生するみたいな、そういう感じだから、まあどうだろうね。ガガガガッチャンコとは言っても特にあの BGM だけでした。まあ、そうなるとしたら適用されるのはこのギガントライナーのビーク属性だからね。オカルト属性で EX ってあったっけな。まあ、EX は EX だからまあ、一応レジェンドとやってみるか。どうだろう。EX 同士でもダメだ。ほんじゃ次は。アルケミズドライバー。
とりあえずダメ元でやってみよう。うん、ちゃんとアルキミスのユニットの方でも対応。まあダメだね。じゃあガッチャンコ同士だけども、アルキミスドライバーはあのコズミックとファンタスティック特化みたいなところあるからな。ガガガガッチャンコからのミクスチャーねって感じで、まあギガントライナー関係もやってみたんだけど、まあ特に特殊な音声は流れず、あとウィンドの方でもやったけど特殊なものは流れなかったんで、もう容赦なく割愛。今回の動画成果がなかったところに関してはもう大体こうです。じゃあお次はテンライナークロスホッパー。とりあえずのこの2つの組み合わせに関してはあのユニットの音を聞きたいっていうのがあるね。よっ。檜山さんボイスでこの辺が聞けると、まあこの辺ももろもろやってみたけども割愛です。檜山さんボイスが聞けただけでも十分。ほんじゃユニット最後はニジゴン。ニジゴンね、まだこれ希望あるんですよね。劇場版のビジュアル見た感じ、ミラクルガッチャードってこのニジゴンつけた状態で変身してるんですよ。ってことは今度こそちゃんと音声が聞けるはず。頼む。なったミラクルガッチャード。映画見てないけど音声聞いちゃったね。ってことは今回ネタバレ注意の警告どっかしらで入れとかないとな。ビジュアル通りニジゴンつけてるとちゃんとミラクルガッチャードの変身音声がこの2つを使って流れます。じゃあその上でこの辺はどうなんだろう。Here we go かときてギガントライナーとレジェンド。キャウィーゴーでマッハウィーであっても特に変わらず、ミラクルガッチャードの変身音声は聞けます。ってことでユニット関係も以上なんで、こっから他の連動アイテムだったりベルト。まずはバルバラッシャー。一応やってみるけど、ビークル以外は確か属性一括りだったかな。うん、そうだね、インセクト一括り。そりゃまあインセクトで、本命こっちはもうビークルだからね。ガッチャードライバーに最初から入っているんだったらこっちもまあ対応しているはず。おお、いいね、ちゃんとギガントライナー。バッチリギガントライナー対応。めっちゃ久々に出したんじゃないかな。ケミーライザー。ライザーに101。しっかりこっちにも入ってる。もちろんギガントライナーも。ルリコさんじゃないけど用意周到で、これもめっちゃ久々ガッチャージガン。大体カードの連動この辺に関しては省いてはいたからね。お次はカードの方相性いいレジェンドライバー。まずは101をセット。
ほほほほっぱ101。ちゃんとレジェンドライバーも対応。開いたまんま失礼。ギギギギガントライナーでバックルを外して、ほほほほっぱ101でそんな変わんないかな。まあ一応こっちもね、音声ちゃんと収録されています。でベルトはこれで最後ですね。ドレッドライバー、まずはカードをスラッシュ。ああ、ちゃんと101で、まあ、とりあえず装填した振り。特殊なものは流れず。じゃあ、ギガントライナーも単品で。ああ、EX かな。神殿図かこのアニメーションは。は？あ、ん？た、え、お、え、対応してるってこと？え、なんつった今。3色ぐらい光っていて、ドレッド10式 ?0123 で飛ばして10式みたいな。10とおっしゃいましたか？おー、なんだろう。でも10じゃないな。終式かな。終式。字がわからんな。もうちょっとさすがに調べるかも。で、これ最後だったからね。ピクシブ百科事典で見てるんだけど。一応こっからも知りたくない人はネタバレ注意。今の音声含めてもそうだけど、まだ本編出ていないであろうやつだからね。ミラクルガッチャードとの音声だけではなくて、マッハビールやレジェンドともガッチャンコは、これ合ってるんだね。バルバラドライバーだ、大王にと組み合わせんの？オカルト属性の EX いないからないのかなと思っていたけど、大王になんだ。組み合わせると音が鳴るってことで、また後でやるとして。さらにドレッドライバーと連動させると、終わりと書いて終式ね。これ、どこで出てくるんだろう？映画かな？ってことでちょっと取り逃していたものがあったんで、最後それやって終わりにしよう。ほんじゃ、バルバラドライバーで噂のギガントライナーと大王に。よっ。バルバラド GT。 ね、ドラゴンボールか。車関係で GT って言ったら、とグランドツーリング、グランドツーリングの GT なのかな。流れ的にバルバラド今のところ強化っていうのが来ていないから、それかな。そうなると本編にもギガントライナーが出てくることになるよな。なんかしらここら辺はまた出てきたりするんでしょうかね。イレブンスティーブン。はい、というわけで今回はライドキミトレカフェーズ EX02 に新たに収録されていたカードをいろいろ読み込んできました。ガブレアとかカメドーンとか、あとこのシャイニング系とかね、いろいろ新しいカードは入っていたんだけど、音声的に対応してるのはこの2枚、この2枚だけでもなんかいろんな組み合わせがありましたよ。長らく相方が謎だったマッハビーレとレジェンド、この2枚はギガントライナーとガッチャンコという、まあまあの期間分かんなかったことがようやく判明しましたね。ホッパー101に関してはこのカードで初めて知ったんだけど、ギガントライナーに関してはコメント欄でご親切に、特に聞いてもいないのに関わらずなんか存在を教えてくれてる人がいましたから。存在は知りつつも、僕に関しては実際このカードゲットするまで音声聞いていなかったから、君ら最初から入っていたんだねっていうなんか感動がありましたね。そしてまたフェーズ EX に関しては、ちょっとAmazon のがね、まだ届いていないんだけど、そろそろ多分届くと思うんで、また新たに2ボックス開封するんで、よろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。